私の名前は三田武と言います。株式会社ココロで働いています。機械を使ったロボットというのは非常に無機質で冷たい感じがするんですけども、ココロの創業者であるサンリオの社長辻社長の方がロボットを作るのはいいんだけども、ロボットに心がこもっている、ロボットの中にその心があるように見える、そういうロボットを作りなさいと。一つだけ今現在50年後どうなるかって言えるのは、人間が一番やっぱり全ての生物の中でフレキシブルな生物ですから、人間がそのいわゆるアンドロイドなりそういう新しいロボットというものにをこうアクセプトして、それに合わせてなんか帳尻を合わせていくということはあると思うんですね。はい、皆さんこんにちは。今日はたくさんの方たちとお会いできてとっても嬉しいです。でもちょっと緊張。ここにいる皆さんはもうご存知ですよね。私がアンドロイド、つまりリアルヒューマノイドロボットのアクトロイドだっていう。このアンドロイドは名前はアクトロイドと言います。アクトロイドというのはアクター・アクトレスとアンドロイドを組み合わせた言葉で、ロボットなんですけども人間そっくりなパフォーマンスができるというロボットです。最初にですね、この若い女性のロボットを作ったのがココロの男性のスタッフだけだったんですね。で、男性のスタッフが顔とか先ほど言った目とか髪型とかを全部決めて一回作ったんです。でところがですね、非常に出来上がったものはまずココロの女性社員に大不評だったんですね。で全然こんなの受け入れられないと。女性が入るとやはりこう知的で、なんていうんですかね、男にも女にも受け入れられるロボデザインをするということで、こういう形になっています。ただここに来て面白いのは、ロボットを開発してロボットをどん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 極めていくと、結局最後は人間がどうなるのかと、その脳の問題一つとってもそうですし、先ほど言ったキャラクターの問題でもそうなんですけれども、ロボットを研究するっていうことはイコール開発するってことは、人間とは何なんだっていうことを考えているのとイコールだっていうのがあって、でただ将来的にはそのオペレーションを自由に一般の方がソフトウェアも含めてですね、その動作なり音声なりを自由に動かすことができたりとか、もしくはそのリアルタイムでオペレーションするようなシステムができれば、それと合わせて一般用途でも販売をしていくことは可能になると思います。逆に人間と人間をつなぐメディア媒介としてのそのなんか機能っていうものが出てくると考えています。見た目が素敵とか楽しいとか心が和むとか、これからの人間とロボットとの関係には絶対必要だと思うんです。素敵な未来でまた会いましょうね。神の一人のイエス・キリストが言われました。天国に至る手前もから入りなさい。